AFC チャンピオンズリーグ ACL 初1日、グループリーグの全日程を終了し、日本勢からは浦和レッズ、ビィッセル神戸、横浜 F マリノスの3クラブが決勝トーナメントに進出した。ラウンド16の組み合わせも決まり、横浜 FM 対神戸の日本勢対決が決定。浦和はジョホール・ダルルタクジム、マレーシアと対戦する。 ACL は前回大会以降、グループリーグに40チームが参加。東地区は4チーム ×5 グループで20チームが争い、各組、首位の5チームと2位のうち上位3チームが決勝トーナメントに進出した。日本勢のうち川崎フロンターレはグループ2位のうち5位の成績に終わり、グループリーグ敗退となった。グループリーグの結果に基づき、決勝トーナメント1回戦、 ラウンド16の組み合わせが決定。以下のような対戦カードになった。8月18日19日のラウンド16、同22日の準々決勝、25日の準決勝はいずれも一発勝負のセントラル開催、開催地未定。決勝は年が明け、2023年の19日と26日にホームアウェイで行われる。なお、 ラウンド16と準々決勝の間に再び組み合わせ抽選が行われ、決勝までのトーナメント表が決まる。東地区のラウンド16の組み合わせは以下の通り。東地区。決勝トーナメント1回戦。2022年8月18日、木曜日、19日、金曜日。耐久 FC、韓国、VS 全北現代韓国。 パトムユナイテッド、対 VS 決死、香港。ジョホール・ダルル・タクジム、マレーシア、VS ウラワ、日本。神戸、日本、VS 横浜 FM、日本。